Ja.桐生さん、一見普通だが、どうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。だがとりあえずその前に、あんたに言っておきたいことがある。ちょっとついてきてくれ。ああ、いらっしゃい。あ、キリュウ。伊達さん、久しぶりだな。
正直言うと、兄が18人殺した犯人とか、そうじゃないとか、真犯人が別にいるとか、そんなのはどうでもいいんです。私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんだから。あんたにはここで待っていてもらう。少しこの店で頭を冷やした方がいい。え？あ？何言ってんだキリュウ。こんなに切実に会いたがってるってのに。安子さん、もし冴島がすでに死んでいたとしたら、あんたどうするつもりだ。死ぬ気なんじゃないのか。え？
何も。どうなってもいいのか。
答えなさい。仕掛けた爆弾の線、赤を切るの？青を切るの？早く銃を下ろせ。こいつがどうなってもいいのか。ひらめいた。典型が来た。あれはねえ、ええやんか。ちょっとやめて。そんなこと言わんと付き合ってよ。話して。その手を離しなさい。あ、女性が迷惑しているではないかい。そのとおり、パスりなさい。何やと？言ってもわからないようだね。ではかかっていきなさい。てめえ。ひらめいた。典型が来た。
真島の兄さん。真島の兄さん。キリュウちゃん。おい、どこへ行く。勝手に動くな。何があったんだ。うまいことはめられてしもた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた。大吾や。なんだって。堂島大吾や。大吾が。おい、勝手に話すな。そこの君も下がりなさい。公務執行妨害で逮捕するぞ。急ぎや桐生ちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも100億の事件も安子ちゃんのやつもや。なんだと。このままやと俺らの登場会が潰されてまう。それに今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。 Okay.